どうも、ひかりです。今、大阪城公園に来てます。イエーイ。ですね、今はね、給食中なんですよ。ちょっとね、ストレスがあまりにもひどくなって、ちょっと軽い鬱にもなってたから、1ヶ月休んでます。 なんか休職するって言うたら、国帰るんですかって聞かれるね。ちゃう、それは、ちょっと待って。いや、それよりは、一緒かな。国に帰るんですかって、国帰るために休職するって思われるんですけども、休職って言うたら、言葉でね、こう喋る、文字じゃなくて、仕事を探してるって思われるんですね。あ、人が走ってくる、恥ずかしい。前は、でも、今の仕事は辞めてはないね。休んでるだけ。復帰するつもりで、暇やからお金もあまりないし、この1ヶ月は何やったっけ、傷病手当金とか、その辺は給料の、基本給料の3分の2やから、ちょっとだけ厳しいね。ちょっとだけね。いや、今もね、基本給料がいいねんけど、まあちょっとね、なんやろう、あんまりそうね、お金を使いすぎると、ね、結局厳しくなったらあんま良くないんで、いつも笑えるのかもちょっとあれやから。で、昨日はジム行ってね、たまたまいつもなんかフィットネスフラのレッスンがあったみたいやけど、今週がなくて、ビウォークレッスン、無料のレッスンね、あってんけど参加してて、だから今勉強したことを実施して綺麗に歩いてます。とりあえずそれで行こうかね。ランニングもしてますよ。夏はちょっと暑くて、ジムでランニングマシンばっかりしてたけど、今は外で、この大阪城公園でね、走ってます。夕方ですね。もう昼間とか朝はまあね、太陽がね、眩しすぎて苦しいからせえへんけど、夕方はね、OK。 よし、なんかずっと周り見てるけど、これはちょっとね、私の癖というか。じゃあ、なんか人の顔を映してしまうの悪いな。日本人大体そうやな。あまり顔を他っていう、映ってほしくないな。まあ、それで、またね、また動画作ります。まあね、バイバーイ。